こんにちは、シローズキッチンです。今日は視聴者さんからリクエストがありました。スズキを3枚おろしするのがうまくいかない、どうしたらいいのでしょうかというリクエストがありました。それで本日はただん、スズキを用意いたしました。ちょっとねサイズは小さいのですが、これでやっていきたいと思います。多分スズキはものすごく骨が太い魚なので、そこが原因だと思います。まあ言葉でうまく説明できるかちょっと分かりませんが、やっていきたいと思います。それではレッツスタート。はい、それではまずお腹の中を見ていきましょう。ほら、このように、スズキの骨っていうのはものすごく太いのが分かりますかね。こんなに立派な骨が入っています。で、3枚おろしするときに、この際まで、包丁を入れていかないと、身が削れてしまうんですよね。ちょっと頭を落として、それを説明していきます。こういう感じで、3枚のおろすがこうやって包丁を入れていきます。で、この際まで、包丁で入れていかないと、骨から身を剥がすときに、このような状態でおろすと、この間に骨と身が間に残ってしまうという現象が起きてしまいます。ですから、何度も何度も包丁を入れていって際まで切っていくことが、重要だと思います。それでは3枚おろししていきましょう。はい、それではまずここにガイドラインを作ります。こんな感じで、このガイドラインに沿って、今度この魚の中骨の上に包丁をこう滑らせて切っていきます。いきます、こんな感じで。この骨と身の上まで切ることが重要ですね。こんな感じです。再びガイドラインを入れます。したら骨の上は滑らすように切っていきます。こんな感じです。そしてこの骨の上まで何回も何回も包丁を通して切っていきます。そうするとすでにもうこういうところは離れていますね。こういう状態まで切ることが重要です。そしたら身と骨を剥がしていきます。こんな感じです。綺麗に取れました。こちらの身を見ても削れてる部分がありません。成功です。はい、それではおさらいです。まずガイドラインを入れていきます。ガイドラインが入ったら少しずつ
深く深く切っていきます。そしてこの骨が太いため盛り上がっております。ですからここも少しずつ少しずつ切って、どん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 このように身を剥がしていきます。そうすると骨と身がきれいに取れていくことによって、実際にこの身を剥がすときに、このようにここが切れてるので、ここの中骨をカットするだけでここはきれいに取れてるということになります。わかるでしょうか。もしこの骨まで切れてなければ、この状態ですね、ここのくぼみの部分が身がついてしまうということになります。わかるでしょうか。はい、それでは反対側やっていきましょう。まずガイドラインを作ります。そしたら少しずつ包丁を深く入れて切っていきます。そしてこの骨の上まで少しずつ切っていきます。こんな感じです。見えますか？こんな感じです。もうここ腹骨のつながってるところですね、ここまで切ってしまう。そしたら反対側、ガイドラインを入れます。そしたら中骨に沿って切っていきます。ちょっと失敗したかな。よいしょ。そしたら身と骨を剥がしていきます。ほら、このように、この部分がえぐれてませんね。成功いたしました。じゃじゃん。はい、こんな感じで、下ろせました。ちょっとねこの部分身が残ってしまいました。で反対側、この部分ちょっと身が残ってしまいました。それでもね、気にしないでください。かようにもいろいろな、方法があります。例えばこの残った身をスプーンで取っていきます。見てください。はい、ここに肉が残っていたらこのようにスプーンで削いでいきます。そうすると身が取れますね。まあ、マグロでいうと中落ちになります。そうすればこの部分が食べられる。この辺が肉残ってますね。すっとこうスプーンで取っていきます。これで、ネギとか生姜を混ぜて、食べても美味しい。まあ、ネギトロみたいな感じになりますよね。それでは実際に作ってみましょう。
じゃじゃん、完成です。それではいただきます。うまっ。うまい。スズキの骨の身に少しついてた身をスプーンで削いで、生姜とネギを足して醤油をかけただけでも美味しい。スズキの、まあ、叩きって言っていいんですかね、まあ、これだけでもものすごく楽しめました。ですからこう魚がきれいにうまくおろせなくても気にしないでください。ネバマイ。全てが、成功への道となります。失敗は成功のもとと言います。まあ、とにかく、まあ、魚をおろしながら楽しんで美味しく食べることが重要だと思います。じゃじゃじゃーん、塩結び。やっぱり一応乾杯しとかないとね。よっしゃ。それでは乾杯。今日はちょっといつもと違った、動画になりましたが、もしよかったなと思いましたら、高評価、並びにチャンネル登録の方もどうぞよろしくお願い申し上げます。おいしい。 I know you told your friend you're not okayTell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray.